アルフォンソ一世はアストリアス王。アルフォンソ一世はカンタブリア公、ペドロの息子として生まれ、その領地を相続していた。また、バスク人の首領としての地位を相続していたという説もある。父ペドロとアルフォンソ一世は579年から584年まで続いた西郷東国での内戦に敗れたヘルメネギルドの子孫だったアルフォンソ一世は、 ライマゴに当たると言われている。アルフォンソ一世はアスティリアス王国を建てたペラーヨ王の娘と結婚しており、そのためペラーヨの死後に国を継いだ長男、ファビラが739年に没した後に王国を相続した。ペラーヨとファビラの実在については今なお議論の余地があるが、アルフォンソ一世については存在が確実視されている。彼もまたペラーヨ王のように、 ムーア人に対するレコンキスタに明け暮れた。740年にガリシア地方を754年にレオン地方を取り戻す。その後イスラームとの干渉地帯を設けるため、トゥエロ川からアステリアス山脈までの居住者を多く、山脈北側へ移住させたようである。このため、移住者が元いた一帯は人口が激減し、道路の砂漠と呼ばれるようになった。 イスラム側では、このアステリアス王国やその後継である、レオン王国などを、アルフォンソの一族などと呼んでおり、これら王権が、アルフォンソ一世から始まったと解釈していたようである。ペラーヨ王の娘エルメシンダとの間に、以下の子女がいる。また、ドレ女オンとの間に諸子を設けた。ありがとうございます。